エンデュランスのロッドホルダーですね。本格的な釣り竿ホルダーとしては唯一のプロダクトです。はい、3キロまでのものを積むことができます。構造なんですけど、ここがですねソフトクッションになってまして、ここにベルトが通るようになってます。本体はこれはスチール製でしょうか。はい、スチール製ですね。はい、非常に頑丈な作りをしております。釣り竿ロッドケースごと、はい、よいしょ、ちょっときつい、ロッドケースごと、はい、このようにスポット収めることが可能ですね。ここ閉めちゃう。はい、当然ですね、長物だったら他にも、玉編みとかもね、詰めると思います。はい、大変お気に入りで、使わせていただいております。ただ注意なんですけども、原付のですね、積載物で、最大高さは約2メートルまでとなっておりますので、気をつけて積載してください。このホルダーのですね、取り付け方法なんですけれども、一つ注意点なんですけども、タンデムステップ付けられなくなりますので、はい、ね、このように取り外さないといけなくなりますので、そこはご注意してください。はい、それはそういった仕様です。取り付ける位置なんですけども、ここですね。はい、リアショックのですね、上側のボルト穴を共用しております。はい、これね、鉄板非常に分厚くて頑丈なので、相当強いですよ。これなんか最大積載量3キロって書いてあるんですけども、なんか僕がぶら下がっても壊れなさそうなぐらいの頑丈ですね。エンデュランスさんのすごいところっていうのはね、僕溶接だと思うんですよ。ここの部分もそうなんですけども、非常にあの鉄板、分厚い鉄板をですね、の溶接がですね頑丈にできております。で、こちら側はですね、このピボットのスイングアームの根元のところをですね、開けて、で、そこに通す形で取り付けます。はい、この2点止め、で、強度を保っております。はい、まあ、おそらくはですね、はみ出し量大体15センチ以下になるようにギリギリに設計、まあ、ギリギリ手前じゃないと思うんですけどね、ちょっと余裕はあると思うんですけど、設計されてるんじゃないかなと思います。はい、このように取り付けるとこんな感じの外観ですね。はい、まあ、これ付けたままでタンデムするとですね、なかなか左足が難しいことになりますので、まあ、ちょっとタンデムをしたいという方にはですね、向かないかもしれません。で、私はタンデムシートをつけて、まあ、これ本当に純正のものですね。これもエンデュランスさんのですね、この容量をアップしたリアキャリアですね。タンデムしつつ、こちらもキャリアになってます。ただでさえですね、大きなリアキャリアをさらに大きくした、キャリアになってますので、活用方法ワクワクしますね。はい、こんな感じで、まあ、そっち他のですね、パーツもまたレビューさせていただきますので、そちらもどうぞよろしくお願いします。これ釣り好きにはね、これかなりいいですよ。個人的な感想なんですけども、結構そのロッドホルダー的なものをつけてる人いっぱいいらっしゃると思うんですけど、割とね、塩ビパイプで自作するしかなかったりとかするんですよ。で、まあ、塩ビパイプの自作でもね、あちこち好きなとこつけられていいんですけど、かっこいいかどうかで言うとね、やっぱかっこよさにおいてはあまり塩ビパイプってよろしくないんですね。で、それがこのエンデュランスのロッドホルダーになりますとですね、かっこよく、釣り竿を積むことができてしまいます。はい、これが素晴らしい、ね。で、まあ、人間が乗ったとしても邪魔にならない、こう絶妙なポジションにありますので、はい、素晴らしいんじゃないかなと思います。これね、実は僕ね、一目見た時からずっと欲しかったんですよ。これもう一目見た時からずっと欲しかった、このロッドホルダー、僕の理想だと思いましたね。どうやって取り付けてるのかちょっとわからなかった、買うまでわからなかったんですけども、これがね、まあ、これはメーカーが作ったポジションでの取り付け位置になるんですけど、なんかこれ夢広がるよね。なんかいろいろで、ハンターカブっていうのはそもそもね、ライフルを積む
積んで走ることができるカスタム、ハンターが株に乗ってハンティングするためのカスタムっていうのがまあハンター株だったんですよ。でこれはね、まあ、今ねそのライフルを積んで狩猟に行くっていうのはまあそれ時代的に難しいではできないんですけど、あの見える形で積んじゃいけないからねダメなんですけど、まあ、あの狩猟に次ぐ、まあ、生き物を捕まえて食べるといえば釣りしかないわけですね。でそうするとですね、まあ、これこの形が最も現代のハンターに近いハンター株なんじゃないのかなと思います。まあ、僕銃持ってないですけども、当然あの、銃をね、積んでもいいんじゃないかとは思いますけど、エアガンとかでね、はい、そう思います。ね、まあエアガンは、あの、積まないですけど、はい、僕はね、用がないから。はい、そんなわけで、これこそ、正統派、真のハンター株でございます。はい、私はこれをオフロード仕様にして、日々楽しんでおります。はい、どうだろう。